い、皆さん、ついに増山先生が来てくださいました。いや本当にもう嬉しいです。先生ありがとうございます。今回先生が来られた目的はね、大木兄弟がちゃんと勉強してるか、ね、両さんたちがサボってないかそれを確認するためではありません神様の言葉を携えてね来てくださったんですね。本当に先生の働きを感謝してます。一度ですけども先生の教会に行きまして、まあ、本当に驚きました。もう見たことがないですね。そのなんていうかな、こう先生の情熱、その先生の信仰に圧倒されました。まあ、それはね、建物もちろん立派ですけども、まあ、立派な建物はいろいろありますよね。この学名は大きいんですけどだけどその先生のもうビジョンといいましょうか、先生の情熱というか信仰というか、皆さん世界一の町、東京のど真ん中ですよ。そのど真ん中にあれだけの教会を建てられるという先生のその主に対する熱心さ、それに感動しました。あれだけのお金があったら一生楽してすが働かなくても、ね、楽してまあね、生きていけるんですけど、それを先生はもう全部神様のために捧げたんですね。もちろんブライダルチャペルありますよ。それはブライダル儲けるためです。そうじゃなくてもう全て神様に捧げるために、神様の御国のために、東京の渋谷区の広尾でしたっけ、広もう大都会の中心です。僕はもうすごいと思ったですね。あれだけのお金があったらいいですから、その先生を突き動かしている神様、本当に素晴らしいと思います。まあ、ですからその名前もそうですね、21世紀教会、うわーすごいまあその使命を先生持っておられるんですね。まあ、ですから今週は本当に短い時間ですけども、先生からそのことをね、私たちは学びたいというかいただきたいと思います。先生ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあ、はい、おはようございます。先生ありがとうございます。お招きいただきまして本当に恐縮してます。このようにして、皆さんとこのように時間を持っていること本当に嬉しく思います。そして先ほどの賛美を聞いて、もうリバイバルがこのまずこの学院に来ているのを本当に感じました。そしてこの街道がいっぱいになっている姿を見たような気がします。今アメリカでケンタッキーでアズベリーリバイバル起きてますけども、このリバイバルが何かアメリカ中のキャンパスに今飛び火していて、そしてカリフォルニアではビーチで、パティントンビーチというところかな、で、もう道端で若い人たちが悔い改めの祈りを捧げるような、何か聖霊様がやってきて変わりだしてる。そしてちょうど先週の日曜日、ハワイから私たち姉妹教会ハワイにありまして、ディーン・フジシマという三世、日系人三世なんですが、先生が来られてたんですが、いや聞いてよって言うんですね。何ですかって言ったら、あのリバイバル知ってるっていうか、知ってる知ってると、うちの教会にも来てるんだよって言うんですね。どんなですかって聞いたら、その若い人が教会の若者で絶対信じないっていう若者が教会にずっと来てたんですって来てないんだけども、僕は絶対に神様は信じませんという若い子が来ていて、その子が友達を教会に連れてきた。そしたら神様がなんかその見たことのない子が一番後ろの端っこにいたので、先生が君君って言って、前に来なさいって言ったら、嫌です、でももうみんなもう見てるから、もう恥ずかしくないから来なさいって言って来て、そして、本当に
そんなに会話してない、本当に何しに来たのか聞いていく中で、もう彼はもうイエス様に触れられちゃって、そしてその場でもイエス様は受け入れちゃったんですね。そんな感動がないんです。正直リバイバルっていうのはもう本人 もうそこで聖霊様触れられちゃってるんで、あんまり多く語らなくても救われちゃう。そしてその場で救われたら、よくそれ水曜日の夜の礼拝だったんですけども、日曜日にこの2人の友達連れてきて、その2人の女の子と男の友達が連れてきたんですが、あ、先週初めて来た子だねって。でその子が海水パンツ履いてきたそうなんですね。ハワイですから半ズボン履いてくる可能性あるんですけども、3人よかったら初めて来たんだから前に来なさいって。するとどうして海水パンツ履いてんのって。そしたら彼が今日洗礼してほしいんですと。そういうことで海水パンツ履いてきたって言うんですね。さすがハワイですね。そして連れてきた女の子に対して今日来てどうって聞いて、そしたら彼女がイエス様信じる、そしたらその答えが私の罪は全部許してもらえるんでしょうかっていう答えだったんですね。そして先生はイエス・キリストによってあなたの過去の罪も現在の罪も将来の罪も全ての罪がイエス・キリストによって許されるんだよと言ったら、彼女はもう泣いてその場でイエス様を受け入れられた。でもそれこのそしてまあ結局1週間半経って彼がまあ日本に来ちゃってましたから、先週のおととい、あ、今日月曜日ん何曜日今日水曜日もう頭おかしくなってるね日曜日の礼拝で7人洗礼受けた。その友達が友達にお前何かあったのって言われて、うん、教会行った、どう見ても前の君と今の君全然違うということで友達がやってきて、で教会でみんなだから多くの福音がもちろん語られますが、聖霊様が働いてもう今起きてるんですね。そして日曜日にこのディーン先生来られて、彼は、まあ、癒しのミニストリーをする先生なんで礼拝自体が長いんですけども、メッセージも2時間ぐらいが普通なんですね。私たちの教会は聖霊派と言いながら賛美は25分、お祈り3分、メッセージは43分以内に終わしてくださいと、献金3分で1時間15分以内に必ず終わせるみたいな、もう全然ダメなプログラムの礼拝よくしてるんですけども、主よプログラムの中にも働いてくださいって祈るんですが、まあ、そのディーン先生の礼拝っていうのはもう聖霊様の流れのままなので、何分でも話するんですね。そして2時間メッセージして、その後お祈りしましょうってことで、はい、病気の人前に出てくださいって祈り始めて、終わったのが午後1時の第2礼拝なんですが、終わったのは夜の10時で、9時間礼拝して、でも本当に聖霊様が臨在があまりにも強くて、もうみんな帰んない。なので何か今新しいことが起き出している。そしてこの臨在、この場所にも同じように感じるので、必ず何かリバイバルが来るなというふうに感じてます。まあ、そんなところから始まるわけなんですが、でもそうですね、一言お祈りしてから始めます。お祈りします。愛する恵み深い父なる神様、感謝します。今日このようにして、学院に CFNJ に来られたこと本当に感謝します。そしてイエス様、あなたは良いお方で、私たちを愛してやまない神、あなたは私たち一人一人に人生の計画を持っておられます。そしてあなたがくださっている人生の計画に対して応答している、そのような人たちがここに集められていることを感謝します。主をどうぞ整えてください。そしてあなたが使わしてください。主をあなたが使わしたまえ、そして使わされた場所に行ってあなたが立てられたご計画を全うすることができますように。主よ、そのためのこの学院での学びの時を特別にあなたが油注いで祝福してください。この学院を導いておられる梶川先生ご夫妻のようにも圧倒的な神の祝福と油注ぎで、主よどうぞこの全てを祝福してください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。はい、最初にですね、まあ、短く私のことを明かし、まあ、自分のちょっとプロフィールをお話したいと思うんですけども、自分は、3代目のクリスチャンなんですね。まあ、おじいちゃんおばあちゃんが救われて、そして お母さんが救われて、お父さんが救われて、そして私は小さい時からもう教会に連れてかれて、そして日曜学校行ってるような良い子でした。ところが中学校行くようになってから、まあ、部活が始まるんですね。部活が、そうすると日曜日試合で教会に行かなくなる。そして高校に入るとラグビー部に入って、なお一層
部活で教会に行かなくなった結果、非常に心も体も教会から離れちゃったんですね。そして大学で私はアメリカの大学に留学しました。でもその理由っていうのは、当時日本は、皆さんはちょっとまだ体験してないんですけども、日本の経済力が世界一だった時があるんですね。まあ、世界2位ですね。アメリカが1番、日本が2番。そして大学っていうところはどういうところかっていうと、社会勉強しに行くところで、遊びに行くところだっていうのが大体 あのみんなの共通認識だった。だから高校でね、進学校だったんですが、みんないい大学行きたい、でもみんな何しに行く、遊びに行くっていう、そういう感じだったんですね。だから今の大学生驚くべきです、みんな勉強してるからで、まあ結論から言うと、どうせ遊ぶんなら日本じゃなくてアメリカの方がいいよということで、まあ、アメリカに留学することになったんですね。まあ、本当に、まあ、父が言いました。お前留学じゃなくて遊学だろうって言われて。でもそんなことで4年間楽しい学生生活を送って、まあ、日本に帰ってきたわけなんですが、でも本当に驚くべきは、その頃アメリカでもリバイバルが起きてたんですね。カナダのトロントリバイバルであったり、いろんな素晴らしい働きがあったにもかかわらず、神様は私に一切それらのインフォメーションをくれないで、ただ私が毎日遊ぶことを良しとされた。だから天国行ったら聞きたいと思うんですね。なんであの時教えてくれなかったんですかと。あの二十歳のね、一番暑い時に、もしも神様のあの聖霊の火に触れてたら自分の人生変わってたと思うと。でもくれなかった。だから今ここにいる20代の皆さんは特別だと思います。30代の皆さん、本当に神様がもう今からもすでに触れられてる。そして、まあ、日本に帰ってきたわけなんですが、まあ、日本に帰ってくるにあたって、まあ、本当に遊ばせてもらったんで、父に言ったんですね。何でもするからって、まあ、お父さん、実家が運送会社経営してたので、まあ、運送会社でも何でもいいですって言ったら、ちょうど取引先で人が足りないっていう話があって、ちょうどよかったって、うちの息子いるんで使ってくださいってことで、取引先に私入れられちゃったんですね。そして取引先の運送会社、まあ、大きな会社なんですが、そこの倉庫係でヘルメットかぶって毎日フォークリフトで、倉庫に入ってました。私の卒業生の友達みんな IBM とか、ね、なんとかカタカナの会社ばっかりみんな入社して華々しくやってるのに、自分だけ毎日ヘルメットかぶってトラックから荷下ろししてる姿を1年間考えながら、自分一体何やってんだろうって本当思ったんですね。まあ、そんなことをしながら1年経って、父の運送会社に、辞めて、もう辞めさせてほしいって言って、で父の会社に入って、そしたら今度は倉庫のフォークリフトじゃなくてトラックの担当になって、朝の3時頃からトラック、まあね、運送会社のトラックって朝の3時頃会社出て、6時7時には工場に着いてないといけないので朝早いんですね。そして夜中も9時10時に帰ってくる運転手がいるので、朝から晩までみんな会社にいる運送会社、まあ、そういう時代でした。その頃は週休2日でもなかったので、週休1日隔週土曜日休みみたいな、まあ、そんなところでまた、仕事ずくめで、仕事ずくめの中で10年間運送会社で働いたんですが、もう成功哲学の本を読んで、どうにかしてこの運送会社を大きな会社にする、そしてできるならば儲かる会社にする、まあ、そんなことで頭いっぱいだったんですね。ところがやれどやれどうまくいかない、うまくいくんだけどもなんか終わっちゃう、そんなことがずっと続いていく中で、なんか精神的に弱さを覚え、そしてこれはもうダメだと、自分はもう自分でどうにもならないって思い出した頃に、ちょうど父は信仰の人だったんですね。でも私に一度も教会行けって言わなかったの、10年間。そして私がもうどうにもならないっていう暗い顔をしているのを見定めて、教会行きなさいって言ったんですね。それで分かった分かったって言って行くって言って、教会に行ったところが峰町キリスト教会という、安食先生という先生の教会なんですが、もしかしたら皆さん教わってるかもしれないですけども、安食先生の教会に行って初めての礼拝出た時に、まだ当時32歳、もう聖霊様あんまりにも素晴らしくて、涙は出るし感動しちゃうし、そして一番喜んだのは周りにいたご婦人方、初めて来た若い子が手を周りを見ながら涙を流して礼拝を受けてるっていうのを見て、みんな喜んじゃって、そしてまんざらでもないなということで、
まあ、教会に、まあ、カムバック帰ってきたんですね。そして、まあ、そんなことで、運送会社のちょうど8年目ぐらいに教会に行って、そしてそれから神様との対話が始まりました。礼拝で先生のメッセージ聞いてると、神はこう言われる、神様はこう言う、神様ってのは本当に語るんだ、語る神なんだっていうところが本当に自分にとっては新鮮で、あの小学校 中学校の途中ぐらいまで聞いていた時のメッセージっていうのは、神様素晴らしいっていう存在はあったんだけども、私に語りかけるってことに対しては全く目が開かれてなかったんですね。そして、約半年ぐらい祈りました。神様いるんだったらはっきりしてほしいと、そしてあの聖書に書いてあるように私にいるとはっきり言ってほしいと、こういうお祈りしてたんですね。傲慢でした。いるんならはっきりしろとか、そんな感じだったんですね。そして、まあ、それを、まあ、そんな日曜日、それから毎週行くようになって、安食先生から増山君イスラエル行こうってことになって、イスラエル旅行に導かれたんですね。そしてちょうど安食先生が同室にしてくれて、まあ、1週間10日ぐらいイスラエル旅行したんですが、その時にスティーブンス英子先生という先生がガイドで、そして安食先生と、まあ、一緒に、関東英光教会の三坂先生という先生も一緒だったんですが、一緒に旅行してるしたんですが、その時にお昼ご飯の時にちょうど3人の牧師先生と一席空いてたんですね。その横を通った瞬間に、あ、増山さんここに座っていいわよって言われて、お牧師さん、もうその頃も牧師先生見ると神々しくて、あまり近づくとなんか危険じゃないかって思ったんですが、まあ、座らせられちゃったんですね。その時に一人の先生が、いやこの間神様がこう言ってたんですよ、私にこうしろって言うから、いや、やってみたら、まあ、こんなことになりましたと。まあ、その時先生が目の前で男の子がこの惹かれちゃったそうなんですね。そして惹かれた男の子が倒れてるのを見た時に、神様が祈れって言ったそうなんです。そして先生はすぐ駆けていって、その倒れてる男を抱きかかえて、生きよ生きよ生きよってこう生きなさいと祈ったそうなんです。するとその子が息をしだしたという証をしてたんですね。素晴らしい、驚くべき証でした。その時やっぱり神様は語るんだと。そして今度もう一人の、まあ、3人しかいないですから、名前誰っていう特定できないように今この先生あの先生と言ってますが、でも今度先生が、私もこうだったと。そしたら英子先生がなんと、この間飛行場でこの耳で聞いたの、神様が語りかけのこの耳で、そしたら他の先生が、それはすごいってなったんですね。だいたい神様の声はここで聞くものなのに、こっちで聞くっていうのはすごいですねと。なんて言ったんですかっていうことで、まあ、そんな会話に入れてもらった。これは神様が私の祈りの答えの最初のページを開いてくれたんですね。私は語る神だよと。そしてその後ガリラヤ湖のこの湖畔に行って、みんなで手つないで、じゃあ賛美してお祈りしましょうって言って、先生お祈りしてきた時に、私は聖霊体験をしたんですね。神聖体験、本当に神の愛が私を覆ってきた。そしてその時神様、まあ、両手握られてますからもう逃げられない、でもう涙は出るし鼻水出るし、もう神の愛に覆われてしまって、そして増山さん大丈夫みたいな感じになっちゃったんですが、神様来ましたみたいな。そしてその時神様に言いました、本当にごめんなさいと。今まで偉そうな口を聞いてきたこと本当に悔い改めます、そして私何でもしますと。と言ったら神様が、深いところに来なさいって一言だけ言ってくれたんですね。その声を聞いて自分の新しい人生が始まった。そこから第二の人生が始まった。その旅行に行く前、うちの両親も おばあちゃんも皆、まあ、私が運送会社で働いている時、まあ、仕事尽くしであんまりろくなもんじゃない、あの教会行ってもみんなから若い子が来たっていうことで喜ばれたんですが、どっちかっていうと放蕩息子だよねっていうのが大体のおじさんたちは、放蕩息子だな、君は放蕩息子だなとかって言われて、どこが放蕩息子ですかって言うんだけど、まあ人とか見ると放蕩息子だと。ところがイスラエル旅行行って帰ってきて、帰ってくる開口一番、牧師になるって言ったんですね。そしたらみんなびっくりしちゃって、何があったのあなたみたいな。そしてまあ、次の週もう翌週、日本の結構北海道から仙台いろんな進学校回って入れてくれるところ探し回ったんですね。
その結果、まあ、仕事してたので夜勉強できるっていうところで、JTJ 選挙進学校というところにちょうど上野にあったんですね。上野にキャンパスがあって、紫スポーツという紫スポーツ、ね、グッズ の会社の本社の5階に礼拝堂会長のキム会長が作って、その下に JTJ 選挙進学校を作ってくれたんで、そこに毎日、私は栃木県の宇都宮に住んでたんですが、宇都宮から上野まで新幹線で約50分で来れちゃうんですね。なので毎日新幹線乗って定期券買って、そして、通って、でもこれも会社の経費でね東京に仕事を作って、仕事もないのに経費使ったらダメですね、神様ダメって言いますね。でも東京にいっぱいいつも仕事があったので、ついでにじゃあもう僕は東京担当ですということで、まあそんなことで通わせてもらいました。で2年通って卒業して、まあ本当に本当に不思議なのは、やっぱり神様の言葉は生きていて力があるっていうのは本当だなっていうのをその時学びました。 JTJ 選挙進学校っていうところはもう先生がもう毎日違う先生が来るんですね。そして毎日進学がちょっとずつ変わっていくっていうねすごい進学校で、そして調教派ですから、やっぱり燃えてるペンテコステの生徒が前に来て威厳で賛美始めると、後ろの方で福音派の生徒たちがそれだけはやめてくださいって言うんですねそうそういいじゃないか、やめてくださいって、そんな進学校だった当時。出前屋かんちゃんって言って、いつも新宿駅前とかでこうやってね路傍伝道してる彼が同級生で、いつも彼が一緒にこう彼はやってたわけなんですけども、そんな学校だったんですが、本当にみんなが御言葉が語られるときに心が一つになる、そして御言葉の感動はやっぱり関係ない、福音屋だろうがペンテコステだろうが関係ない、みんな一緒に感動して受けてる、まあ、そんなのを体験しました。そして卒業と同時に、この私は断食して宣教師になりたかったんですね、私も。そして当時モンゴルやまたアフリカも行きたいと、ラインハルト・ボンケというアフリカの宣教師も大好きで、時々メッセージテープ聞いてもう感動してたんですね。そして1週間、ちょうど愛知県の岡崎というところに断食祈祷院があったので行って、断食して、神様私は宣教師でしょうか、で牧師でしょうか、そしてどちらですかということで、断食したんですけども、ちょうど断食行く前の日曜日に、夜なんですが、土曜日の夜礼拝断食先生してて、そこで初めて増山君は進学校卒業したんで、これからインターンで勉強していくようになるので皆さんよろしくお願いしますと、で今日は彼にメッセージしてもらいますということでメッセージさせてもらったんですね。そしてその時ご婦人方が結構感動してくれて、これはいけるかもしれないとちょっと思ったわけですねそしてこの断食行こうと、ところがこの断食行こうとした時に、うちの母が、まあ、父は運送会社、母は人材派遣の会社をしてたんですね。っていうのは運送でお取引してる取引先が人材も扱ってほしいと、お宅からねいろんな人材派遣してほしいんだっていうことで、まあ、始まった会社なんですけども、まあ、そんなことを母がしていた。そして母が断食行く前の日に、でもこの間先々月に母が、あなた本当にあの時進学校行ってたのって聞いたんですね。私に、私は父の会社にいて夜進学校行ってたので、母はその時私が進学校行ってるって知らなかった。そして最近本当行ってたんだよって言ったら、そうだったんだって言ったんですけども、まあ、それはどうでもいい話なんですが、でもその母が私がそんなに燃えてるって知らなかったんで、私の会社に来なさいと、お父さんの会社嫌になったんだろう、で辞めるんだろう、だったら私の会社来なさいって母が言ったんですね。じゃあ、まあ母の言葉はね、まあ、首飾りであり頭の冠だから分かりましたと、じゃあお祈りの方に加えるねって言って断食に行って、1週間水断食、初めてする断食で、よく知らなかった断食っていうものが何なのか、そして近くの人は酵素とかうんぬんとか言ってるんですが、よく意味わかんないからいいですいいですって言って、水だけで断食1週間したところ、頭は痛いし気は遠くなるし、そして温泉行こうっていう人がいたのに、一緒に温泉なんか行ったらもうなんか具合まで悪くなって、もうこの1週間も地獄だったんですね。そして1週間も神様の声聞くどころじゃない。そしてまあ、ああ1週間終わったって、もう最悪だったって言って帰る、こう断食祈祷院からバス停に向かう途中、神様
語ってくれたんですね。お母さんの仕事手伝いなさいって。その時は1週間神様の声を聞くために行ったにもかかわらず何にも聞こえない、そしてのたうち回ってたので、とにかくどん底に落とされてた。そこで神様の声がやってきたんで、それが嬉しくて、ああ神様いたっていう、この感動ではいって言っちゃったんです。そして家に帰って、じゃあ母、私将来必ず牧師になるけど家の手伝いするねって言って、で安食先生に断食行って、正山君どうだった、はい良かったです、どうすんだこれから、はい、やっぱり仕事しますって言って、したらみんな椅子から怒っちゃったっていう。君先週献身するって言ったよねって、もうやめんのみたいな、すいませんって。でも説明したら、そうかじゃあしょうがないねってことで、そこから10年間また母の父の会社で10年間働いて、で母の会社で10年間人材派遣の仕事をしました。でも父の会社で運送会社をした時は10年間自分の力でとにかく仕事をした結果ボロボロになった。でもこの次の10年間この人材の会社なんですが、富士スタッフっていう会社なんですけども、10年間は毎日聖書を持ってきて、そして聖書を置いて、そして聖書に従って会社をすると、問題解決もイエス様ということでやっていった結果、考えられないほどの何か神様のご厚意の中を歩むことができた、そんなのを体験しました。そして会社の企業理念も、自分がしてほしいことをその人にもしてあげなさいというマタイの福音書の7章だったかなの御言葉なんですが、この御言葉を毎朝社員全員で唱和して、そしていろんな職場に派遣といってもいろんな形態があるんですね。そしてだいたい1日1000人2000人1万人までいなく1万人ぐらいいたかなの人たちにも全員御言葉カードを渡して、朝仕事する前全員集まってこの御言葉を宣言してから始めてくださいということで、そんなことをしてました。でもびっくりするのは、延べ10年間の間に大勢の人が携わったと思うんですけども、一度もこの聖書の御言葉を最初朝一番この唱和してから仕事を始めるっていうことに対してクレームをつけてきた人は一人もいなかった。中には熱心な、ね、創価学会の人もいれば、いろんな方がいたと思う。でも一人もなかった。だからやっぱりなんか神様のこの恵みっていうのがあったんかなって思うんですね。そして、人材派遣っていうこのビジネスモデルもね、いろんな問題点を抱えてて、そして私たちはこの会社として、マスコミっていうのは大体ろくでもないなんて言っちゃいけないですね。そういう場合もある。でも本当に問題解決じゃない、いつも批判と非難で、実際の問題解決が与えられようとするとそれを消すね、問題を大きくすることがなんかねミッションになっちゃって、そしてやっぱりこの派遣労働であるとかそういったことを厚生労働省に行って、会社入った時幹部4人しかいなかったで、母の会社が人材派遣の事務系の会社であって、そしてそこに工場で働く人たちもいたんですね。そして母の会社が上場会社になるっていう時に、この証券会社の人が来て、この工場で働く人たちは合法じゃない、これは法律に違反している可能性がありますと、だから切り離してくださいって言ったんですね。ダメです、これやめてくださいって言われて、そして母もそうなの、お客さんがね喜んでくれてねやってるんだけどねとか言って、でもちょうど私そこにいて、あちょうどよかった、私の方見て、あなたこれやりなさいって言ったんですね。ここで今この仕事は合法的じゃなくて非常に問題があるんでやめてくださいって言った仕事を、そこに私がちょうどいたので、あなたやりなさいって言って、私がやることになったんですね。神様も最高です。そしてもうその派遣労働の中でも工場労働っていう一番紛らわしくて、で答えは一つ、法律がなかっただけなの。それは厚生労働省が国会に通達っていうのを議員の人が出して、この仕事についてはこういうふうに仕事をしなさいっていう通達を一本出せば解決するの。それを絶対出さない、ずっとグレー、わざとグレーにしとくことによって問題がずっとそこに残るようにしてる。それで厚生労働省とずっとやり取りした、行って偉い人たちとも全員彼ら知ってたけども変えようとしなかった。
結果もうやめたって思ったんですよ。私はこんな箱せんでもね時間の無駄だと思って、しようって言ったらもういいってきた。それが8年目。そしてああしよう、もうやめられるんですか、感謝しますっていうことで会社を辞めるようなまあことになったわけなんですけども、でもその本当面白くて、神様っていうのは時々私たちを常識に、クリスチャンの概念だと綺麗で美しくてクリーンなところにいたいですよね。でもダークでダーティーでグレーなところに入れる場合もあるわけです。そして神様を見てるのは、この状況をお前はどう解決するかっていうことに対して関心がある。そして、まあ、そんな時に自分はよし分かったと、じゃあ日本で一番労働法に詳しい弁護士さん探して顧問になってくださいって言ったんですね。そしたらその先生がおいよって言ってくれた。よし、労働法の顧問の弁護士さんがまず一人ついてくれた。そして今度派遣法って誰が作ったのって聞いたら、東大の有名な先生だったんですね。東大の教授で元厚生労働の役人の人。じゃあちょっと先生のとこ行って顧問になってくれないか、ちょっと相談に行ってって言ったら、会社の人が行って、あのうちの顧問になってくれるそうですって言うんですね。よしと、これでもうみんな揃ったと役者は。じゃあってことで、まあいろいろ、まあ厚労省は最後まで腰上げなかったですけども、でも解釈っていう、解釈することに関して、これは合法であると、これはこう解釈することによっていいんだと、そしてこういうことは絶対しなくちゃいけない、まあいろんな制約があるんですけども、それを並べた結果、なんと白いクリーンな会社になっちゃった。要するに証券会社の人たちが、これはダーティーでグレーだからやめてくださいって言ったものが、証券会社のところに行ったら、あ、これならクリーンですということで上場会社になっちゃったんですね。で今度じゃあ私たちも上場しましょうって言って上場会社になっちゃった、まあ、そんなことを経験しました。でも何言いたかったかっていうと、神様は私たちを本当にいつも何か簡単なところに導くのが神様じゃない、結構きついところを通すのがこの神様なんですね。もう嫌ですね。でも神様はね、この世だと、この世だとね、大体いってらっしゃいです。辛いところ入っていくと頑張ってね。でもこの神様は一緒に入っていってくれるから、本当にどんな状況でも祈りと御言葉によってものが解決していく。でも仕事を通して一番驚いたのは、いろんな会社の中で問題が起きるんですね。いや、極端な話をすれば予算が達成できないと、ある支店長さんが来て、いやすいませんと、もう全然予算達成できませんと、どうか勘弁してくださいみたいなね、そんな怖い人じゃないから大丈夫だよって、じゃあちょっと支店行こうって言って行ってみる。すると、なんてことない、支店の女性事務員同士が喧嘩してる、仲が悪い。そして A さん B ちゃんも仲悪い。聖書を開くとね、仲良くしなさいって書いてあると。じゃあ一緒にご飯食べようっつって、何が嫌いなのって言ってごらんよっつって、いや私あの彼女の口の利き方嫌いなんですって、君は、いやあの人傲慢ですとか言って、でなんてことに話聞いて、じゃあこうだよねって言ったら、うん、じゃあ仲良くしよう、はいってやって、 2,3 ヶ月するとだいたい予算が達成する。じゃあよかったよかった、なんてことない、この世だったら予算がね、売り上げが足らないって言ったら、もっと仕事しろ、もっとあそこに行け、もっとこうしなくちゃダメだって考えるんですけども、やっぱり神様の導き方っていうのは全然違ったんだなっていうのを体験しました。まあそんなことをしながら10年経って、神様がようやくやめていいよって言ってくれた。そんなところを通して、会社をちょうど父がもうこの事業をやめようと父が言い出したんですね。あんまり我々が誠心誠意この労働する働く人たちのために思って一生懸命やっても、社会が認めないと、マスコミはもう悪口ばっかり言うし、これもダメだなと、あと企業が良くない、もう企業が人をね、なんていうか、この駒のように扱う、人として扱わない、そういう状況に今日本の企業がちょうど10年前、今もそれに近いところありますけど、そういうふうになってしまった。それはアメリカの成果主義っていうものが入ってきて、あまりにも成果主義っていうのが強くなっちゃったために、昔は同じ釜の
飯って言って家族だと、会社は家族だっていう概念があった。今もトヨタ自動車はそう、社員っていうのは家族なんだっていう。ところがやっぱり自信のない経営者がやっぱり成果主義とかアメリカのそういった競争の概念がどんどん入ってくるたびに経営に対する考え方が変わってきて、今は本当にひどい時代になっちゃったんですね。まあそんなことはどうでもいいんですけど、そんな中で私仕事をしながら10年間 VIP インターナショナルというビジネスマンの人に伝道してました。そして取引先の人、まあお友達呼んで毎月 VIP のこのビジネスマンの人をホテルの一室に知り合いのおじさん 3,4 人と一緒に集めて50人から100人ぐらい来てくれたんですね。そしてメッセンジャーに東京から弁護士の佐々木先生とか、まあいろんなあのクリスチャンビジネスマンの人を呼んで、そして話してもらって証ししてもらって、そしてお弁当食べてもらって、そしてまあ最後お祈りして終えるっていうのをやってたんですが、本当に毎月50人延べ月年に 5,600 人、10年だとやっぱり 6,000 人からまあ聞いて、一人も救われなかった。驚くぐらいに救われなかった。そして何が悪いんだろうと、自分は聞いてると感動して、いやありがとうございましたみたいに僕いつも感動してるんですけども、みんな来て、いや今日よかったよかったって言って帰るんですが、じゃあ教会にぜひ今度教会に日曜日、いやごめん日曜日忙しくて、誰も救われなかったんですね。でこれはもう自分伝道の賜物ゼロだなと思って、ところが一人だけ私の会社の、まあ、部下って言ったら失礼ですけども、山登りのする有名な人がもう30も年上の人なんですけども、常務だったんですが、いや社長が教会行ってんのに僕申し訳ないから教会行くって言ってくれて、教会来てくれたんですね。そして、うん、いるかもしれないってことで洗礼受けてた、義理でかわいそうだから社長全然ダメで、でも今は本当に熱心なクリスチャンになって素晴らしい奉仕してるんですけども、でも一人疲れました。でそのところでまあ教会あ、まあ、仕事終わったわけなんですけども、今度教会始めるにあたってもう仕事教会、まあ正直 JTJ で10年勉強したのは10年前、10年間で聖書を読みはしてるけども、日曜礼拝も毎週欠かさず行ったものの、自分の読みたいように読みメッセージを聞いて、ただそれだけだ、自分がメッセージする側に立つっていうのは全く想定してなかったんですね。そしていきなり教会今から始めなさいっていうことを聞いたときに、自分は驚いたのは、まあ知り合いのクリスチャンの人が沖縄でセミナーがあるから行った方がいいよって言われたんですね。そしてその時に分かりましたと。そして一人、スティーブンス・エコ先生という、ね、エコ先生皆さん知ってる？うん、の姪っ子さんがいて、で一緒にじゃあ沖縄行こうかって、で私もブリッジズ・フォー・ピースとか大好きでよく交わ関係を持ってたので、じゃあ彼女がもう余命4ヶ月のがんの末期症状だったんですね。で私知らなくて、一緒にね、エコ先生これから新しい働き始めるから、まあ、一緒に行こうって言って、そしてその会場に行ってセミナー始まった時に、女性の、まあ、それ台湾の先生だったんですが、預言者的な先生で、突然私とその彼女の由美子ちゃんって言うんですが、由美子ちゃんと来て、あなたの中に死の霊がいるって言うんですね。そして今イエスの名によって死の霊を出ていくと、あなたの中にある腫瘍は必ず癒されるって言って、彼女バーって泣いちゃって、私それ知らなかったんで、なんてひどいこと言う人なんだと思って勘弁してよって思ったんですね。そしてそのセミナー終わってから、由美子ちゃんごめんね、変なとこ連れてきちゃって言ったら、増山さん本当なんですって言うんですね。私は毎晩死にたかったと、もうがんが苦しくて辛くて死にたかったんです。そして次の日来て、瀬山さん初めてもう何年かぶりにぐっすり眠れましたっていう話をしてたんですね。そして彼女その時余命4ヶ月だったんですが、今も今私たちの東京に引っ越してきて礼拝に参加して先週もお祈りしたんですが、まあがんが癒される、また出る、癒される、出る、癒されるってことを繰り返しながらも、もうすでに13年15年経ってるんですが、でもその時にちょうどその先生たちが超プロフェティックな先生たちが 3,4 人いたんですね。お茶飲んでた。イスラエルの時もなんか先生の3人の先生いたところに入っちゃったわけですけども、
そこを通り過ぎようとしたときに、あ、ちょうどよかった、こっち来なさいって言うんですね。そしてそこに座りなさいって言われて、そして一人の先生が、いや私は実はセミナー始まった時からあなたに神様がね言いたいことがあるって言って、そしたら周りの先生たちもそうだそうだって言うんですね。うん、そしたらその先生が何て言ったかというと、あなたには教会を始める心があると、しかしあなたはそれを否んでいるっていうふうに言った。はい、教会始めなさい、その先生が言ったんですね。会ったことないです、初めて会って、それもセミナーで顔を合わせただけなのに。そして私は、はい分かりましたって言ってその場を去りました。そして次の日朝、ここにちょうどここら辺に座ってたんです。すると、まあ、こっちのね、がんの癒された女の子も顔ピカピカになっていて、で私がこういきなりその先生が来られて、あなた昨日私が教会始めるって言ったら、はいって言った、でもあなたは心の中でそんなことはできないって言ったって言うんですね。本当にそうだった、私は変なとこ入っちゃったなとで言われて、口では分かりましたはいって言ったものの、腹の中ではそう言ったって無理だよって思った。そしたらそれをドンって言われて、神様はあなたの全ての罪を許してるから始めなさいって言われて、はいって今度は始めますっていうことで諦めて始めることになったんですね。なのでやっぱり神様、やっぱりこの預言的な人っています。そして本当にまあいろんな預言者がいますから気をつけるべきなんですけども、でも本当に時と場所を選んで語ってくれることがあって、でそれからご縁ができたので、その台湾の教会に研修、いやでも先生ね、その後帰りに先生そう言っても、私10年間も仕事やってきちゃって教会をどうやっていいかわからないんですという話したら、じゃあ私の教会来なさいということで、そこの主任牧師先生が私を呼んでくれて、そして約1ヶ月40日間ほぼずっとそこで訓練してくれたんですね。でそこの訓練を終えて帰ってきて、で教会始めた。まあ台湾っていうところはリバイバルが起きているところで、本当にその教会も何千人っていう若者が集まっている教会でした。そして4000人ぐらい、そしてこの来てる人たちがみんないい人、本当に普通は私は工事中っていう看板ぶら下げて変な人結構いますよね、みんないい人なの、おかしいと、これなんでこんなに教会が生き生きしてるんだってことで、今度先生のとこに行って、したら、いやじゃあうちのユースグループと一緒にご飯食べてあげてくださいって言って、はいっつって、ユースのリーダーたちが10人ぐらいいてそこに入ってたんですね。そして一緒にご飯食べて聞いた、君たちは予言するって聞いたけども本当にリーダーで予言するのって聞いたら、あ予言しますよって言ったんですね。みんな20歳20歳21歳22歳こんな感じ、大学生もいれば社会人1年生2年生の、そうって言って、であちらから予言されたいですかって言うんですね。え予言してくれるの、じゃあしてしてって言って、そしてそれでそのリーダーの家に行った。したらリーダーがその地域の建設会社の御曹司で、日本でも見たことないぐらいでかい家に住んでた。なんだこれは、リビングルームはこの部屋ぐらいあるような。そこに若者を集めては伝道してどんどん救いに導いてたからね。でそこでリーダーたちが私に対して予言してくれて、聞いてると当たってる、当たってるって言ったら怒られちゃうけど、そして次の日先生のとこ行って、先生すごいですねと、そして本当に励まされましたと、そして言ったら、いや君の教会でもできるようになるよって言われて、じゃあっていうことでそこで40日間、まあ、訓練を受けるようになったわけなんですけども、でもそのプログラムを E1、E2、E3 っていうエンカウンタープログラムっていうものを台湾で使っていて、それは今台北でもかなりの教会が今使っているプログラムで、それを日本に、君持ってっていいよと日本で、そして日本でこれやりなさいって言ってもらったんですね。なので私のこの21世紀キリスト教会っていうのは、まあ礼拝とその解放のセミナーの両輪で今成長してきた教会なんですね。まあそんなことなんです。まあ証でもう1時間経っちゃいそうですね。いいよね、こういう証もね。まあそれでそうなんです。今日ね、この教会の記念誌っていうのがあって、2周年記念と5周年記念誌持ってきて、10年ちょうど10年経ったんで10周年記念誌作ろうとしたら、
なんか全然作ってくれる人がなんか忙しくなっちゃって全然作ってくれなくてもうなんかまあいいかってみんなで諦めてるところなんですが、この全く救われないはずの牧師だった私が教会始まってからどういうわけか救われるようになった人が、そして来る人来る人大体始まって1年から2年は友達連れてくると1回目の礼拝そして2回目の礼拝ではもうほぼほぼ全員信仰告白して帰っていったんですね。で4回目ぐらいの礼拝でもう洗礼式になっちゃうぐらいのなんか雰囲気になっちゃった。でも実は教会始めるときにいろいろ考えた。どうやって教会始めようかなと、そしてどういう教会にしようかなと。そうだと、地下教会にしようと。絶対に人目についちゃいけない。そして地下教会ってことはクリスチャンはいちゃいけないと、もうノンクリスチャンだけの教会作ろうっていうふうに思ったんですね。まあ、神様がくれた知恵だと思うんですが、そんなことで私が教会始めるって言った時にたくさんのクリスチャンの友達が、マサヤマさん教会始めるの、じゃあ私手伝いに行くとかみんな言ってくれたんですね。絶対来ないでって私言った。絶対来ないで。で初日だけ紛れ込んできちゃった人が何人かいた。だけどももう二度と来ないでって言って、みんな傷ついたみたいな。でもおかげで全員ノンクリスチャンの教会で始まった。そして祈ったことはただ一つ、神様あなたの家だからあなたが連れてくる人、あなたがこの人今トラブルだ、イエス様どうしても必要な人だけ連れてきてください、ずっとそれだけ祈ってした結果、なんとこれは自慢話じゃないんですよ、2周年記念の時に教会員数何人だと思います？始まった時に16人ぐらいやった。2周年、でかくきた。もうそこまで大きく出られちゃうと、もうね、すいません。いやいや、でもリバイバル来たらそんなもんだよね。それじゃ効かないね。でもね、141人いた。2年で。でね、受洗した人が106人。記録誌があるんだけども。これはね、なんか本当に、いや、自分がやったんじゃない。まさしくこれは主の御業だった。神様が導いて、そして5年経って、後でこれ回すんで皆さん読んでもらえたらと思うんですけど、教会員が316人、洗礼した人が201人、大体もう毎週のように洗礼式やってた。だけどポイントは全員ノンクリスチャンだったってことと、私はもともと仕事をしてたのでビジネスマンの人たち、正直言ってビジネスマン の現場の特に課長さん部長さん中間管理職 の人たちって大変なの。上司からは無理なんだ言われ、部下からは文句言われ、行き場がない。そして中小企業の社長さんたちもものすごい大変なのね。それはやっぱり経済が大変だから、で誰か助けてほしいってみんな思ってる。そんなところにイエス様をお連れするともうイエス様ってなるわけですね。簡単ですね。だから実は伝道っていうのは非常に難しくなかった。そんなことを体験しました。そしてまあこう言うとなんかバラ色に見えるんですが、このコロナウイルスが始まって、コロナウイルスが来た最初、詩篇の、ね、101編、ほらコロナウイルスが90編、こんな程度ですからね、聖書知識。91編、あれを暗唱しましょうって言って暗唱して、ね、コロナは近づかないと、私の家にも、ね、生活にも近づかないって宣言して、アメンって言って、で一人の青年が私のとこ来たら祈ってくださいって。その時彼マスクしてなかったの。怪しいなと思ったけど、祈ってくださいって言うから、じゃあ祈ろうって言って祈って、祈った次の日、すいません僕コロナになってましたって。そして祈り終わった、それを聞いて次の日熱が出てきて、私もコロナに感染してた。支援91編みんなで宣言して行くぞって言っても、次の瞬間にもコロナ感染しちゃったん でそれも私の場合肺にまで感染しちゃって、もう緊急入院、日本赤十字の病院に入れられちゃって、で医者にお医者さんに、いや薬お願いしますって言ったら、すいません薬ないんですって言うんですね。薬ない、だから頑張ってください
って言われて、だからコロナウイルスの始まった頃はそんなもんだった。今でこそね、多少の治療法あるようなんですけど、でそこで教会の姉妹が漢方薬毎日煎じて持ってきてくれたりとか、こっそりね、うな重を忍び持ってきてくれたりとか、そんなことしながら体力つけて、で無事癒されて、まあ、退院できたわけなんですが、でもそこで何か不信仰が入っちゃった。私の中におかしい、御言葉を宣言してあんなに燃えている信仰だったのに、実際に敵が入ってきて健康も命もやっつけられちゃったを通して、そしてその約この3年間のうちのもう前半中盤まで鬱になっちゃって、鬱もね、これコロナウイルスっていうのは、まあ、ある先生から言うと、これは悪霊の働きだと、大規模な悪霊の働きだと、人間が作ったのかもしれないし自然発生かもしれない、でもこの後ろにある悪意がものすごいと、で君はそれ掴んだんだよって言われて、毎週ずっと一緒に祈ってもらってやっと取れた。でも最後は本当に咳をして、いわゆるデリバランスと同じような症状になって、はあ、先生入ってたんですねとか言ったら、うん入っててよかったねとか言って、ありがとうございます、それで解放された。でやっと今こうやってお招きいただいて、ね、癒されてないのにここに立ってたら危険だもんね。もう本当ね、そんなこともあった。なので、私たちの信仰生活って何でも順風満帆にいくかと思うとそうでもなくて、結構本当に油断過信しちゃいけないし、やっぱりしかしながら御言葉は真実だから、あの詩篇91篇はどんなことがあってもその通りアーメンなの。だからぜひこの御言葉に立って何か行動を始めた時に、それに反対することが起きたからといって不信仰になったり疑ったりしちゃいけない、これを学びました。まあ、そんなことで、でもまたちょうどコロナウイルスが終わるこのタイミングで、リバイバルがね、アズベリーで起きて、そして、今日本にもやってくるっていうのを感じるときに、何か神様はね、この場所、先生もういいですね、もう先生もう、あ、もうあの昭和のリバイバルの時のことをスティーブン聖子先生がよく私に話してくれるんですね。で昭和のリバイバルっていうのがあったのよ、そしてね、みんなあの時はみんなイスラエルのために祈ったんだと、イスラエルのためにまだ国が建国される前にイスラエルにが与えられるようにという祝福の祈りをしている中でリバイバルが起きたんだっていう話をしてくれたんですが、その時は新学校が空っぽになったっていうんですね。そして昨日入った新学生さえもう教会に人がどん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 なだれ込んでくるんで、もう教会の先生がもう追いつかなくて、もう学校に私のところにも一人送ってください送ってくださいって言って空っぽになっちゃったっていう話がありました。おそらくそういったことが日本にもこれから起きてくると思うんですね。でやっぱりここがあふれる、今度のリバイバルはここにやってくるんで、ここにみんな集まってくる。アーメンですよね。いや本当そう思います。ぜひリバイバルに備えていきましょう。10時10分で一旦休憩ですよね。はい、じゃあ一言お祈りしたいと思います。愛する恵み深い父なる神様、感謝します。聖霊様、あなたを歓迎します。聖霊様、あなたは驚くべき神です。あなたは私たちをあなたの御住まいとし、この体を神の神殿であるとあなたはおっしゃいます。驚くべきことです。イエス様、あなたによって私たちは聖霊様、あなたをいただきました。聖霊様、どうぞここにおられるお一人お一人をあなたの霊で満たしてください。そしてあなたは私たちのこの聖書に対する理解、また神様がくださる啓示、そして私たちがこれから自分を探っていく時の助け手となり、また将来を見通す時のこの目となってくださる、そのようなお方であることを感謝します。主よ、どうぞここにおられる一人一人をあなたが特別に祝福してください。神の国のすべての霊的な祝福によって一人一人を祝福してください。感謝してイエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。ありがとうございました。